蘭州から2 3 6 0トル離れた本、路線終点の荒田峠付近ボル、タラ駅に停車中の25バイト型2階建て寝台車北強し線を運行する客車の行き先表、北強し線は、中国の新疆ウイグル自治区のウルムチシュトボル、タラモンゴル自治州のアヘシャゲ、山口とを結ぶ、鉄道路線である。蘭新線の西北への延長路線で、 全長は 476km、全線がウルムチ鉄路局の所属である。期間 1435mm、全線が電化されており、36の駅を有する。伏線区間はウルムチ南駅、西河駅である。中国東部からオランダロッテルダムに至る、新ユーラシアランドブリッジの主要経路であり、カザフスタン国鉄のトルキスタンシベリア鉄道。 ドストク支線と接続している。ウルムチから聖河辺りまでは、おおむね往年のシルクロードに沿ったルートとなっている。2009年5月現在、アヘイシャゲ、山口からは、ウルムチ南へ2往復、クイトゥンからは、ウルムチ南へ1往復と西谷へ1往復、カラス西からは、聖都へ1往復の旅客列車が運行されている。その他に、 週2回ウルムチ南から本路線経由で、カザフスタンのアルマトイまで国際旅客列車が運行されている。ウルムチ南ウルムチカラス西から三坪小基地、ふとびマナス、石川コウランウススナワン県、クイトゥン東、クイトゥン、マイナスクイトゥン西ウス四十タクタク、聖書きのナだからボルタラーヘシャゲ山口。ありがとうございます。